高松港は、香川県高松市にある港湾で、本州や離島との海上交通の要衝の位置を生かした商工、観光港であるとともに、臨海部の工業地帯開発と相まって工業港の性格を持つ港湾である。港湾管理者は、香川県。港湾法上の重要港湾、高速法上の特定港に指定されている。ビザンセト東部の中央部に位置しており、 本州や小豆島、直島諸島,諸島諸島などの離島と四国を結ぶ海上交通の要衝で入港船舶席,席数、フェリー旅客数及びフェリー貨物トン数が全国第2位という日本屈指の旅客港である。特に向こ航,航路の旅客及びトラック輸送が利用客の大部分を占める。高松港の物流拠点は 高松港朝日地区にあり、中国、韓国との定期航路を持つ外房コンテナターミナルと神戸港とを結ぶフェリーターミナルがあり、両ターミナルを合わせて年間約10万 TU の取扱量となり、これは四国で1.2を争う取扱量になっている。港湾区域は高松市八島西町の長崎の花から麦島の穂槌の花、生島町紅盆。 東北端までに至る地域で、東から八島、朝日、玉も、西浜、玄田、香西、上有、幾島の各地区から構成されている。フェリー乗り場は、高松駅から徒歩5分ほどでアクセスできる。レストハウス近くにある、高松港、玉も地区5万トン級岸壁には、長さ310メートルまでの船舶が停泊でき、大型客船や海事、 海保などの船舶が寄港する。三方と高松は、高松港とその周辺約42ヘクタールの再開発プロジェクトの相性である。開発の基本コンセプトは、瀬戸のと高松21世紀の城づくりである。三方と高松の公共施設は、港湾整備事業、毎区事業や、土地区画整理事業などによって整備された。このうち、 運輸省高松港湾空港工事事務所が、三方と高松の外角ラインを形成する防波堤、護岸、岸壁などを国の直轄港湾整備事業で整備した。なお、防波堤に設置された灯台は、旧防波堤に設置されていた赤灯台の代替保障施設として、運輸省高松港湾空港工事事務所が整備したものであり、1998年11月1日に、 運用を開始した。外装材にガラスブロックを使用し、内部から灯台を証明するという世界初の灯台である。地区東部は高松駅と一体で、1988年に瀬戸大橋が開通するまでは国鉄、JR 四国の宇航連絡船が就航し、四国の玄関口として賑わった。現在もウォーターフロント再開発により誕生した。 三方と高松を中心に旅客と観光客とで賑わう。2020年現在、すべてのフェリー会社が運行を休止している。乗り場は三方と高松から東側に離れて会社別に設置されていた。右こ航,航路も参照。高松港の東側に位置し、物流拠点である旭地区にある。神戸港との間で1日用の往復のフェリー航路が運行されている。 1969年にフェリーターミナルが整備されているが近年のトラックドライバー不足の深刻化により取扱い量が増加している。2020年度から国の直轄事業として1万トン級の大型フェリーにも対応する新たなフェリーターミナルを整備することが決定しており、現在高松港湾空港整備事務所により事業が進められている。 新ターミナルは地震の揺れに強い耐震強化岸壁を含むターミナルとなり発生が懸念されている南海トラフ地震発生時には緊急物資輸送の拠点となる重要なターミナルである通常の貨物トラックのフェリー輸送のみならずフェリー無人構想も行っており近年のトラックドライバー不足によってフェリー無人構想が増加している利用企業は 四国地域のみならず全国に広く分布しており、神戸港と高松港は広域物流の拠点となっている。フェリー無人港層の中には、神戸港にあるコンテナターミナルを経由して、欧米に製品を輸出するものが含まれている。フェリーは上甲板下甲板に車両を搭載することができ、上下甲板から同時に車両の乗降船作業を実施することで、 フェリーの港での着岸時間短縮化が図られている。ありがとうございます。